お前日本人であることをやめるのか、これだけを言うのが精一杯でした。そしたら息子もね、苦しそうにね、そうだって言いましたね。その時にね、スカッとね、自分の心の中にね、穴が開いたの分かったんですよ。それはすがすがしい穴だったですね。子供を育てきった、子供に人生を渡しきったという親冥利に尽きる言葉ですね。そして自分の、なんて言いますか、心の中からそれが息子が消えたと同時に、私は生きることの意味が分かったですね。それまでなかなか分からなかった。どういうことかというとですね、私はそれまで悩んでたの。私は自由に生きたい、ずっと自由に生きてきたんですよ。しかしこんな自由な人間でもね、死ぬことが一番怖いんです。死は全てのものを奪っていきますから。あと平均寿命まで15年か、15年なんてすぐだしなって。健康寿命ということを言いましたけど、それ引く10年が健康寿命だそうです。晩年10年はどんな人も大体病気を繰り返して、病気との戦いを繰り返しながら死んでいくんです。ぽっくりとね、死ぬ人は幸せの方ですわね。まだ交通事故で死ねばいいってわけじゃないけども、相手の人は困りますからね。ですから10年間ということで、逆に言いますと68ぐらいが健康寿命なんですね。そうしますとどう考えてもあと5年か6年なんですね。でその間もどうするんだということで悩んでるんですけども、なぜそんなふうに悩むかというと、私があるからなんですね。私の財産、私の名誉、私の地位というものは下手にあるもんだから悩むんですよ。しかし私から私を取っちゃえばいい。私の名誉、財産、地位全部取っちゃえばいい。そうすれば丸裸になる。皆さんだってそうでしょ。ここへこういう話を聞きに来てもね、今頃うちの中に1000万単位のタンス預金をしている人の中にいらっしゃるでしょ。そういう人は心配でしょ。今ね、大丈夫かしら、空き巣に入られねえかしら、二度とあなた一様にタンス預金をしている人ですよ。見ないように話しますけどもね、死ぬのもそうなんですよ。下手にね、その自分というものがあるから、しがらみがあるから死ぬのは怖いんですよ。しかし自分からしがらみを取ってしまえば、これはすぐにはできないかもしれない。でも私その時から決めたの。それまで私は文を書くということはね、金儲けのためだったの。必ず金儲けとつなげてた。私は文を書くこと、本を書いて金儲けるのが仕事でしたから。若い時から文を書くのが私の金儲け。しかしその時以来、私は本を書くのをやめましたね。全部無料でホームページで紹介しています。全部タダです。損得を考えない。それが私の行き着いた結論でしたね。それを教えてくれたのは息子ですね。先ほどちょっと控えして言いましたけど、私にとって物を書くということは命ですから、他人の文章をパクるとか横取りするとか盗んでくるなんてことは絶対に考えられませんね。もしそういう文が一文でもあるなら、もう今までそういうことしたことないですけども、そういうことがあるなら、私は私で亡くなってしまいますか、私はしませんね。と同時に、私は以来パタッと本を書くのをやめましたね。すべてタダで無料で全部ホームページで公開しております。そういう生き方に変わりましたね。もう8年前になりますかね、9年になるんですかね。だからこの9年間は一冊も本書いてませんね。それは余談ですけども、そういう生き様、生きる目的、生きる、なぜ私がここにいるのか、どういうふうに生きたらいいのか、これから私はどうあるべきなんだ、私は何をなすべきなのか、そういうことを教えてくれたのが次男なんですね。私は感謝してますよ。本当にあいつは尊いものを私に教えてくれた。言い換えますと、子供も私に教えずして重要なことを教えてくれるんですね。ただ単なる子供じゃない。その時に先ほど言いましたように、私は親だ、親に向かってなんてこと言うんだ、育ててやった、産んでやったじゃねえか、そういうことを言いましたら、これは子供の方が何にも教えてくれませんね。要するに4番目の話、子供に育てられるってことはそういうことなんですね。子供によって親は育てられるんですよ。皆さん、それを恐れてはいけませんよ。謙虚になるんですよ。謙虚になって親の方から頭を下げるんですよ。もちろん子供の目の前でこの形として頭を下げるってことじゃないですよ。謙虚になって心を開いて子供に教えを請うんですね。そうしますと子供の方がいろんなことを教えてくれるということであります。そしてそれが皆さんの人生を潤い豊かに、優しく、そして美しいものにしてくれる。私たちがなぜここにいるかといえば、このドラマにこそ意味があるんですね。
ドラマなんですよ皆さん。もし苦労もなく何にもない子育て、それはいいでしょう、理想でしょう。子育て、子供はスイスイと育って何も問題なく育った、それも一つの人生かもしれません。しかしなぜ私たちはここにいて、なぜこの地球にいるかといえば、私たちはドラマを生み出すため、ドラマを作るために生きている。そのドラマから恐れを逃げちゃいけませんね。そのドラマを作り上げていく。そこに不幸があるならば、一つや二つは私たちが背負ってやろう。何はこれくらい。そうして前向きにその不幸にぶつかっていく。運命というのはそういうもんですね。私運命論ということをよく言うんですけど、私の運命があるんですね。社会の意図、家族の意図、親類の意図、いろんな意図がある。過去の意図、性格の意図、いろんな意図がね、がんじがらみに私を取り巻いてるんですよ。そして私はこっちに行きたいと思っても、その意図がね、こっちぐん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 引っ張っていく。ですから私は思わずこっちに行ってしまう。が運命というのは前の運命は見えないんですね。しかし通り過ぎた後ろの運命は見えるんですね。私は運命というのはあると思いますよ。それはただスピリチュアルのね、あのインチキな、はっきり言います、インチキなスピリチュアルな運命というのはないです。そのものは認めませんがね。しかし私たちにはがんじがらめに無数の糸が絡みついている。その糸がある以上、私たちの進むべき方、私はこっち行きたいと思ってもこっち行っちゃうことがある。しかしその行くときに、そこの踏ん張るんですね。最後の土俵の瀬戸際に追い詰められて踏ん張って踏ん張って踏ん張る。そこに人間の生きる美しさ、喜びがある。そしてその踏ん張るところからいろんなドラマが生まれてくる。そのドラマに価値があるんですね。ですからそのドラマを生み出すことを恐れてはいけない。また振り返ってみたときに、自分の人生をそのドラマが美しく照らしてくれるんですね。ですからドラマなんですね。ですから皆さんもそのドラマを作るという意味で、そこに不幸があり問題があるならば、それを前向きに取り入れていく。それが生きることだということなんですね。そういうことも息子、子供、子育てを通して、これはね、仕事だとかね、そんなもんじゃ教えられませんから。仕事はね、金儲けですからね。それからまあ友人だって言ったって、仕事の友人っていうのは長くは続きませんからね。どうしても損得の感情で付き合いますからね。しかし親子の間ほどね、親子ほどまさに無我の状態で、無条件で付き合える人間関係っていうのはないわけですから、そういう環境を通して、まあ、夫婦の場合はね、欲得が入りますからね。これはどうしてもまだまあ本当に親の財産がもう家出て結婚したような人いますからね、中には。まあそれはいいですけど、まあ、ともかくそういう欲得とか入ってくるとね、見苦しくなりますけどね。しかし親子の場合、それは最後の心の砦ですからね。ですから私、自分の方から心を開いて無心無欲で付き合っていく。その先に生きる真理といいますかね、なぜ私がここにいるか、何をすべきなのかということを教えてくれるのが子供だということです。これが今日4番目の話ということで、 1,2,4 番目の話をさせていただきました。まあ、最初に話戻っておさらいして、私の話を終わらせていただきたいと思います。一つは子供を育て方を知る、染み込ませておくんだということですね。子供に子育ての仕方を染み込ませておく。染み込むだけじゃない、善悪、それも結局は子供の方が引き継いでしまいますから、皆さんは嘘をつかない、ルールを守る、たったこの2つだけでいいんですよ。そして2つ目の話、子供に、まあ、抵抗力をつける、まあ、結局はそれが抵抗力になっていくんですけども、1番目と3番目の話は似たような話ですけども、子供をいい子にしたいと思ったら、ね、子供は使って使いまくるんですよ。それが子供の抵抗力になっていくんですよということです。で、3つ目の話、皆さんは子供を育ててるんじゃないんだと、実は子供によって育てられてるんだという、それに気がつきますと、いろんなことを教わる。皆さんは教わることを恐れてはいけないということですね。ということで、まあ、今日は大急ぎで3つの話をさせていただきました。で、今日はこういう会を設けていただきました。教育委員会の伊藤先生並びに他のスタッフの方には心からお礼を申し上げます。で、今先ほど言いましたように、私の、まあ、書いている原稿はもう今もう無料で、とにかく損得考えないで、ホームページの方でどんどん公開して、自分の考えたことを少しでも役に立てればと思いまして、もうお金ってことを結びつけないでね、公開してますので、どうぞ皆さんまたホームページ見てください。で、その先ほど話しました次男がですね、2人孫を産みまして、まあ今度女の子はね、割かしアジア系っぽいんですけども、最初の孫なんかね、エイリアンみたいで、どっからどう見てもエイリアンですから、エイリアンってエイリアンだって言っていましたけども、ホームページのそのトップページの方に飾らせてもらってますので。